いどうも、小物です。今回のマップは城郭都市。初動指示は防衛ということだったんですが、いつも通りブラビで狙ってみます。ダメみたいですね。でも自分をおとりに味方さんが殴ってくれました。ナイスー。敵の初動は南凸だったみたいなので、折り返し来たと中央の凸が怖いところ、ここは南北の揺さぶり凸とネズミをいかに防ぐかが大事ですね。ガザジーター。通させまへんで。うお危ない。バイカスじゃなかったら逃してたところですね。敵さん来てないので短期のネズミを警戒しましょう。大体コースは中央からのどこかなので見張りつつ、こなさげなので祈祷。バイカス3祈祷が遅いのが難点。ここはミッションユニット使って祈祷を早くするべきですね。回復ありがとう。と思ったらネズミさん来たわ。さすがに早い。でも逃がしまへんで。ふう危ない危ない。今度は北寄りの中央見張りましょう。敵見つけ。格闘優秀ですがこのマップで打ち合いすると勝てないので、ネズミ駆除と油断してる敵を食うスタイル。何回このマップでチャスナに抜かれたかわかりませんね。おっとそこはバイカスの距離だぞー。ブラビ3援護ナイスー。そのままネズミ行くみたいなので援護してあげましょう。イケイケゴーゴー。ちょっとでも殴れるように防衛さんのヘイト取りましょう。こっちだよ、こっちだよ。ブラビさん殴れたみたいですね。ではフルアーマーサンボルで行きましょう。この機体は気筒が優秀なので、敵の揺さぶりと突にも即気筒して対応できるのがいいですね。そして花火でまとめて足止めできたらいいなと。と思ったけどここまで来れたらワンチャンネズミいけないかな。あーこれ敵さん南凸だわ。じゃあちょっとでも敵を釣りましょう。いやあ。はいフルボッコに会いましたね。ブラビの CT が開けたので敵突に便乗してネズミ狙ってみます。ダメみたいですね。じゃあクマさんのターン。ネズミ駆除以外対して何もできてないのはまずいですよ。というわけで支援支援。決してポイント稼ぎとかそういうのじゃないからゴニョゴニョ。うおうおう今のが噂のギャンクリーガーさんか。ランス怖えー、めちゃくちゃ伸びますね。じゃあどんどん前線支援していきましょう。寝てる場合じゃねえぞー。味方さんが格行くみたいですね。こうしちゃいられねえ。後半へ続く。
はい、というわけで、味方さんが各二つで南を死するみたいですね。援護に行こうかと思いましたが、その隙に中央ネズミされるのが怖いので、バイカスで見張りしましょう。ネズミはいねえか。ネズミはいねえか。マンサぐらいしか見当たりませんね。しっかり防衛に回ってるのかな。むしろこれ敵の中央も薄くなってるのでは。ああ、また悪い癖がガガ。ここまで来たら行くしかねえな。レダオになってるけどゴリ押しで行けるか。いやー、マンサが見えましたね。あのハイメがさえかわせればワンチャンある。ここだ。うおおおおおお。やったぜ。格闘移動で初段地面に吸わせられましたね。そしてその間に格決めたみたいで、完全に勢いがついてますね。そして南トフの美濃に便乗してブラビで狙ってみましょう。いつもなら正面から入るんですが、美濃を利用して上越え狙ってみましょう。下にいる敵さんにバレたけどこれならかわせるか。おっしゃ行くぞー。はーい、ピーというかそこのバーカスさん人を切るんかい。やったぜ。核からの突でだいぶリードを取れたので、敵さんの士気もだいぶ下がったみたいですね。相手見る限り強い人多かったんですが、こちらの歩兵も優秀な人多かったみたいですね。南北の拠点取れるぐらい押し込めるとこうなっちゃいますね。というわけでこのリードを保ったまま、試合終了。はい、味方さんのおかげで勝てました。ここは気筒が遅い機体だと防衛間に合わないので注意が必要ですね。あとネズミ駆除もとても大変です。ジオンだと突するなら絶対刺さないとその後の KD がだいぶきつくなる印象ですね。個人的にはバイカスで Y させたので嬉しかったですね。おっと、そのご褒美なのかめちゃくちゃいいのつきましたね。これは嬉しい。ではまた次の動画で。まったねー。